こんにちは。こちらは先日動画で紹介しました二色使いの柿の花、セリアの刺し子付近で作った二色使いの柿の花なんですけれども、そちらに、このような房付きの額縁飾りっていうのをやってみました。なので今回はこの房付きの額縁飾りの方法についてちょっと紹介していきたいなと思います。ではまずはこのように中の模様を刺し終わった刺し子付近を準備してください。私は今回、セリアの刺し子付近の柿の花を使っていくんですけれども、もちろんこのセリアでは なくてもあのオリンパスさんとかホビーラホビーレさんのように大きな刺し子付近ですることもできます。私はセリアの刺し子付近が小さくて、すぐ完成するので、今回はこの小さいものを使っていこうと思います。で、今回使用する糸なんですけれども、なんかどんな色にしようか迷っていて、これがちょうど二色使いだったので、例えばこの中の黄色を使ってもいいし、この中のピンクを使ってもいいかなと思ったんですけれども、今回はあえてちょっと違う色を使おうかなと思って、こちらの湯沢屋さんの刺し子糸の115番の赤を使っていこうと思っています。まあ、ちょっとこう赤色で額縁飾りすることで少し締まった感じになるかなと、こう引き締まるんじゃないかなというふうにちょっと思ったので、この赤色で刺していくことにします。それで、額縁飾りについてなんですけれども、私は今までで、4つの方法で額縁飾りのやり方をやっていて、それらは、4つそれぞれ、動画の方で紹介しています。一応リンクの方に、概要欄ですね、概要欄にその刺し子の額縁飾りの方法の、再生リストまとめたものをリンクで貼っておきますので、よかったらそちらで確認してみてください。で、4種類、これらがそれぞれその額縁飾りの4種類なんですけれども、まず1回目に紹介したのがこの基本的なやり方ですね。これは、この外枠線に対して、糸を上から下、上から下、上から下というふうにこう流していったやり方になりますね。で、これをアレンジしたものでこちらなんですけれども、これはこの1回目の上から下、上から下、上から下というふうに糸を渡した後に、その後2本目の糸で下から上、下から上、下から上というふうに流していったものになります。で、あと基本のこの上から下のこのやり方なんですけど、3回目に紹介したのは、今度は、上から下に入れたら次は下から上で、上から下って糸を入れたら次は下から上っていう風に、波模様、ちょっと大きなウェーブを描くような額縁飾りっていうのもやりました。で、4回目に紹介したのがこちらなんですけれども、これはちょっとチェーン模様のような額縁飾りですね。で、これはこのさっきの大きなウェーブのこう上から下、上から下、下から上、上から下、こう流れていくカーブですね。これにさらに逆方向で重ねていった、チェーン模様になります。この辺とかが分かりやすいですかね。これはここの中の模様をミックスの糸で刺してるんですけど、そのままそのミックスの糸で外枠を刺したやつなんですが、このように水色の線がこう流れていますよね。それにもう一本2本目の糸、この濃ゆい青ですね、でこうやって刺していったので、ちょっとチェーン模様のようなデザインの額縁飾りができています。それで、今回紹介する額縁飾りは、それらの額縁飾りにタッセルをつける、房ですねをつけるというデザインのものになるんですけれども、房があんまり細いとヒョロヒョロっとなってしまうので、できれば額縁飾り自体を2本の糸でやっていくものにしたいなと思っているんですね。で、この4つの中で、2本の糸を使ってやる方法のものはこちらのタイプとこちらのチェーンの模様のタイプになるんですよね。それで、こっちでもこっちでもいいんですけど、今回私はこっちの
2本をこう重ねていくやり方でやっていこうかなと思っています。どっちのデザインでやろうかなと思った場合には試しに、ちょこちょこっと刺してみて、バランスを見てですね、あ、この模様にはこのデザインがいいかなっていうのを試してみてから、決めてもいいかなと思います。一応今回はこっちのやり方でやっていきたいと思います。それでは額縁飾りを刺していくんですけれども、まず糸を切るところから始まりますよね。で、私は基本的にはこの、カセのものをこっちの端っこを切ってここから抜いて使っているので、基本的にはこの湯沢屋のさんの刺し子糸だと1メートル30センチですし、よく使うオリンパスさんのものだと1メートルの糸になるんですけれども、一応今回その房をタッセル、房をここにちょんちょんと余らせるので、まあ大体あんまりこう長く糸が余るよりは大体何センチぐらい必要かなっていう目安が分かった方が皆さんも分かりやすいかなと思ったので、ちょっと計算してみたんですけれども、一応例えば、ここが幅が13センチありますよね。なのでちょっと目安なんですけれども、13センチ×1.3、13センチの 1.3 倍の量でだいたい 16.9 センチぐらいあれば、ここの額縁飾りをした時の糸の長さになるかなと思っています。で、あと房をつけないといけないので、できれば10センチぐらい余らせると安心かなと思っています。なのでこの内側の 16.9 センチに10センチ足して 36.9 センチですね。で、ちょっと中途半端なので40センチで糸を切ってみました。とりあえず今ここに40センチの糸を準備しています。で、まあこれから試しに刺していくんですけれども、もしかしたら、40センチでは足りないかもしれないし、長すぎるかもしれないんですよね。試しに刺した後にその余った糸の様子とかを見て、まあ、ここ今からするんですけど、次のカーブの時には、まあ、40センチで足りないのであれば50センチだし、40センチでかなり余るようだったら、まあ、例えば35センチにしたりとかですかね、まあ、そのように調整しながらやっていきたいと思います。ひとまず40センチでやっていこうと思います。それでは、額縁飾りのやり方なんですけれども、そうですね、一応ここでも説明するんですが、詳しいやり方が知りたいという方はその再生リストに入っているこちらの動画で確認していただければいいかなと思っています。それではここをやっていきますね。では、額縁飾りをするときには針の先を使うんではなくて、こちらのお尻の方ですね、この針穴が開いてる方から入れていきます。ではまず一番初めのところに、まずここですね、上から下に針を通していきます。で、次隣のところに上から下ですね。というふうにやっていきます。で、この時にこの糸端ですね、ここをだいたい10センチぐらい残します。ちょっと最初なのでちゃんと10センチ測りますね。はい、あ、ちょうど10センチでしたね。10センチ残しておきます。そしたらここを引きすぎないようにこのままこっちの進行方向にですね、すべて、上から下、ここの外枠の線のところに糸を渡していくイメージですね。上から下、
まず端の方まで糸を渡していきたいと思います。今このように糸を端まで渡してくることができました。で、糸はこっちは結構余って15センチぐらい余りました。なので次は35センチぐらいで糸を切ってもいいかもしれないんですけれども、まあ、ちょっと心配なのでこのまま40センチで使っていこうかなと思います。で、この、糸を渡していく時の注意点なんですけれども、あんまり強く糸をギュッと引きすぎると、せっかくのこの額縁飾りのウェーブ感が出なくて糸がこう釣ったような感じになってしまいますので、あまりきつく引っ張らないようにですね、こう優しく優しく糸を渡していくようにしてほしいかなと思います。この始めと終わりのこの余りのとこですね、これは最終的にフサとタッセルのところになりますので、ちょっとこのまま残しておきますね。それでは今の要領で全部こっちも上から下上から下上から下という風に糸を渡していって、四方全部ひとまず1本目で、額縁飾りをやっていきたいと思います。こんな感じで四方全部、1本目で額縁飾りをすることができました。で、この余りの糸のところなんですけど、ちょっとあまり長いと邪魔だったりするので、10センチの方に合わせて切っておいてもいいかなと思います。そしたら、2本目の糸を渡していきたいと思います。今1本目が渡っているのでここに重ねていくんですけれども、さっきは、上から下上から下上から下という風にどんどん糸を渡していきましたよね。で、今度は、そこに重ねていくので、下から上下から上下から上という風に糸を渡していきます。まず一番初めの外枠線のとこですね、ここに下から上に糸を渡していきます。そして、同じようにですね、房の部分を糸を10センチぐらい同じ長さに合わせて避けておきますね。今下から上に行ったので隣の縫い目の下から上に糸を渡していきます。また下から上下から上ですね。こうすることで見えますかね、ここは1本だけなんですけど、ここが2本重なるのでちょっとこう赤い外枠、この飾りの部分が太くなったかなと思います。このまま引き続き下から上下から上と糸を渡していって、端っこまで進めていきますね。そして同じようにここの糸はちょろんと残しておいて、また隣の列隣の列っていう風に同じように四方全部、2本目の糸を渡していきたいと思います。2本目の糸もこのように全て渡すことができました。近くで見るとこんな感じですね。もともとの外枠線のピンク色が少しこうちらっと見えますかね。ここに1本目の赤い糸を渡して、2本目の赤い糸を渡して、この赤い外枠のこの額縁飾りがすごくくっきり見えるようになったかなと思います。それでは最後にこの房を、まとめていこうと思うんですけれども、今は本当に最初に糸を通した余りの部分と最後に糸を渡した時の余りの部分という感じで見えますかね、こんな感じなんですけれども、こうですね、こっちの糸とこっち側の糸とですね、でこれを一つにまとめて結んでいきたいと思います。と結び方は普通の肩結びですね。こんな感じで
絞っていくんですけれども、結び目が端っこになるようにしたいので、ちょっと待ち針とかで締めましょうかね。待ち針をこの結び目のところに刺して針を打つ場所はここの角のと、あ、ごめんなさい、待ち針を打つ場所はこの角のところですね。ここに針を打って、でここの糸をギュッと絞っていってください。そうすると、この房の部分が引き締まります。で、針を外します。こんな感じですね。結び目できました。もう一回こちらでやってみますね。とまず少し結んで、そしてこの結び目のところから端っこですね、端っこちょうど角のところに針を入れて少し先に出します。で、この針に沿ってギュッと糸を引っ張って結び目を締めていきます。結び目ができています。同じように全部結んでいきます。この房の部分の糸をすべて結ぶことができました。それで今だいたい10センチくらい糸が余っているんですけど、私はちょっとこれは長いかなと思うので少し切ろうかと思います。で、長さはそうですね、お好みによるかもしれないんですが、ひとまず私は5センチぐらいのところで、切ろうかなと思っています。ちょうど今が5センチくらいですね。どうかな、良さそうかな。もう少し短くても可愛いかもしれないですね。どうしようかな。ちょっとひとまず5センチで切り揃えてみます。はい、このようにすべて5センチで切り揃えることができました。ひとまずこれで完成としようかなと思います。まあね、少しもうちょっと短く切っても可愛いのかもしれないんですけど、ちょっと迷ったんですけど、切ってしまうと元に戻せないので、今回はまあこの5センチにしようかなと思います。もしかしたらね、ちょっとまあ短くする方が好きだわっていう方は短く切り揃えてもいいかなというふうに思います。どうですかね、この房の感じね、かわいいですよね。結構私気に入ったな。これなんだろう、こう、まあ、色がよりそう感じさせるのかもしれないんですけど、なんかこうオリエンタルな感じというか、ちょっとこうアジアンな雰囲気になったかなと思います。でね、特に今回は赤だったので、なんかこうチャイナっぽい感じっていうのかな、そんな雰囲気がして、あ、可愛くなったなって思いました。で、まあ布巾でこういう房がついててもいいと思うんですけれども、今回のこのセリアの刺し子布巾、あのミニ花布巾生地だったかな、まあサイズがミニサイズなので、なんか例えばね、ちょっとこの猫さんのあの下に敷いてみたりとか、こういう置物の下に敷くマットにしても可愛いかななんて思っています。
まあね、お好み次第でこういろんなアイディアでこういろんな使い方ができるかなっていうふうに思います。今回この房付きの額縁飾りを紹介したんですけど、その時にやった額縁飾り、この飾りの方法ですね、今回はこの2本でやる額縁飾りのうちの、こちらですね、上から下、上から下、上から下とした後に下から上、下から上というのを2本重ねていくやり方でやりました。2本でやる額縁飾りはこちらのやり方か、このチェーン模様のやり方でやることができます。まあ、2本渡すことで、ここの房の部分にですね、こっちの2本とこっちの2本と合計4本の房にすることができるというわけです。で、もし、まあ、今回2本の額縁飾りで紹介したんですけれども、この2種類ではなくて、他に紹介したことがあるこちらですね、1本でやる額縁飾りの模様でやりたいっていう場合もあるかもしれません。例えば、まあ、これとかだと結構個性が出ますよね。大きいウェーブの模様になるので、額縁飾りを、まあ、2本ではなく1本でやりたい場合、そうするとここの端と端、ここの端っことここの端の糸の2本しか出ないことになりますよね。そうするとちょっと房が弱いかな、細くなりすぎるので、そういった場合にどうしたらいいかっていうのなんですけど、その場合は例えばこういう外枠線ですよね。まず外枠線、最初にチク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 って刺すと思うんですけど、その時の糸端ですね、それもここにピヨンと残したまま刺し進めて残りをピヨンと出す。こっちの縦も残りの糸をひょっと出してチクチクチクと縫って、ここをピヨンと糸端残すっていうことですよね。そうすればこの外枠線の、それぞれこっちの1本とこっちの1本の2本ができますよね。で、額縁飾りを例えばこれだと、大きいウェーブで1本刺してこっちも1本っていう風にすれば、ここに房用の糸端が4本出てくるので、そのように外枠線の糸を使えば、この1本の額縁飾りでもこうやって房をつけることができます。そしてさらに言うと、この2本取りの場合でも、さらにこの外枠の線の糸をですね、ピョンピョンと増やせば、ここの房飾りが今4本なんですけど6本になりますよね。で、6本になると4本よりも少しボリュームが出た房の飾りがつけられるかなというふうに思います。まあね、アイデア次第でこの房飾りもまた違った感じにできるんじゃないかなと思います。で、この額縁飾りの色自体もどんな色にするか、例えば今回私は、ちょっと見えますかね、最初の外枠線はもともとピンクで刺していたんですよね。そのピンクがちょっとところどころ見えるの分かりますか？外枠線のピンクに赤い額縁飾りをしたので、こんな感じになっているんですけれども、そういう風にこう色の組み合わせ次第でまた雰囲気が変わってきますので、なんでしょうね、今回は例えば1本目の糸を、赤で額縁飾りして、2本目の糸をオレンジでするっていう風にしたら、またここの房の色が赤とオレンジで出てきますよね。そんな感じでね、楽しみ方は無限にあるかなと思いますので、まあ、それが本当に刺し子のいいところなんですけれども、皆さん のアイディア次第でいろんな楽しみ方をしてもらえたらなと思います。ぜひこの縁飾り、すみません、この房付きの額縁飾りもぜひチャレンジなさってみてください。私のチャンネルではこのように手芸に関すること、最近では主に刺し子に関する動画をアップしています。これからもいろんな刺し子図案に挑戦していきたいと思っていますので、興味がある方はぜひチャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。またこの動画がちょっとでも良かったよと思っていただけましたら、動画を閉じる前にいいねボタン、グッドボタンですね、押してもらえると私の今後の動画作成の励みになりますので、グッドボタンで応援もどうぞよろしくお願いします。またご意見ご感想などもお気軽にコメントください。いつも楽しく読ませてもらっています。今回はちょっと初めてこの房付きの額縁飾りというのを紹介したんですけれども、皆さんだったらどんな風な房付きの額縁飾りを作りたいとかありますか？
こうどんな色で刺したいとかですね、何かこうアイディアとかあったらぜひ教えてください。またこの動画を見終わった後に自分でもこの房付きの額縁飾りやってみたよっていう方いらっしゃいましたら、ぜひコメントで教えてください。ご報告いただけると嬉しいです。それでは最後までご覧いただきどうもありがとうございました。